ベンツパテント,モトールバーゲンは1886年に製造され、内燃機関で走行するように設計された世界初の自動車として幅広く認識される。オリジナルの製作に要した費用は1885年で1000ドルであった。車両はカール・ベンツが1886年1月29日に出願した。 ドイツの特許37,435号を取得した。公式資料によると、これは出願の日付で、この発明に対する特許が成立したのは同年11月とされる。ベンツは1886年7月3日に、マンハイムのリンクロッサで公式に彼の発明を公開した。1886年から1893年にかけて、 約25台のベンツパテントモトールバーゲンが製造された。ベンツの妻のベルタ・ベンツは開発工程の資金調達を行い、近代的な法律の下では特許を保持できたが、結婚した女性である彼女は特許を取得しようとしなかった。日本ではトヨタ博物館がレプリカを所蔵している。百八十五年のベンツパテントモトールバーゲンの実動する複製定知識エンジンと、 それらの部品の設計、製造で業績を上げつつあったベンツは、1873年にガソリン動力の2ストロークピストンエンジンの開発に成功し、その後自動車の開発に着目した。ベンツのパテントモトールバーゲンは、5車軸上部にエンジンを備えた後輪駆動の三輪自動車であった。車両は多くの新機軸が盛り込まれていた。交換と木製の板で構成された。 鋼鉄製のスポーク車輪とソリッドゴムタイヤはベンツ独自の設計だった。ソーダ機構はラックピニオン式で前輪にはバネは備えられなかった。車軸喧嘩と両側のローラーチェーンの後部にはバネが使用されていた。単純なベルト式の一足式変速機が開放式の円盤と駆動円盤の間にあった。パテントモトールバーゲンベンツナンバーに最初のモトールバーゲンは トレンバラーコイル式転火器を備えたベンツ 954cc 単気筒4ストロークエンジンを使用した。この新しいエンジンはパテント元オルバーゲン搭載時、二 250rpm の回転時に出力が2、3馬力で後にマンハイム大学が調べたところ 400rpm 回転時に九 h p を出力した。これはかなり軽量のエンジンで重量は約 100kg だった。 クランクケースと敵化式中輸送置は、剥き出しだったもののプシシュロットで排気用ポペットバルブを動かすなど、近代的な機構だった。大きな水平の弾み車によって、短気筒エンジンの出力を安定させた。蒸発式機械機は出力とエンジンの回転数を制御するためにスリーブバルブによって制御された。最初のモトールバーゲンは、キャブレターが組み込まれておらず、 シリンダーに送る燃料は束ねた繊維を伝う、毛細管現象を利用して蒸発させて供給した。ベンツが後に製造したモトールバーゲンのモデル番号2は、出力が 1.5hp で、モデル番号3は、最大速度約 10mph に到達するために、出力が 2hp だった。車体は1887年に、木製スポークホイールや燃料タンクや、 手動式降臨踏み面ブレーキの採用で強化された。ベルタベンツベルタベンツによって、最初に自動車で長距離旅行した時に使用されたパテント、モトールバーゲン3号車カールと結婚した。ベルタベンツは、パテントモトールバーゲンを社会に広めようと、類まれな行動を取った。1888年8月初頭、彼女はパテントモトールバーゲン3号車を夫に内緒で持ち出し、 自動車が長距離の移動に有用であることを実証するため自動車での初の長距離旅行に出かけた。清掃したベルタは15歳のオイゲンと14歳のリヒャルトの2人の息子を連れて、マンハイムからハイデルベルクとビースローハを経由し、彼女の実家のプフォルツハイムまで旅行した。運転手と同様にベルタは、運転時において整備士の役割も担い、機械を彼女の帽子のピンで掃除したリガーターを、 電線の絶縁に使用したりした。彼女はビースロフホの薬局で給油し、ブレーキがすり減ったため靴屋に革をブレーキブロックに釘付けしてもらい、後にこれはブレーキライニングの発明になった。プフォルツハイム到着後、彼女は夫に電報を打った後、実家で夜を過ごし3日後に戻った。旅程は計 194km だった。ベルタベンツメモリアルルートの公式標識ドイツでは、 ベルタベンツの歴史的な旅行を祝って、クラシックカーによるパレードが各年開催される。2008年には、ベルタベンツメモリアルルートは1888年のベルタベンツによる世界初の自動車による長距離旅行をたたえて、産業遺産の道路として公式に登録された。マンハイムからハイデルベルクを経由して、プフォルツハイムまで行って戻る。 全校定1 9 4トルに標識がある。ありがとうございます。